生まれる前にした約束。言葉を覚えたての子供が何の脈絡もなく何か忘れてる気がする。という胸の言葉を発することが稀にあるらしい。テレビなどのメディアで聞いたのをそのまま真似している場合もあるだろう。しかし、そういう真似をするときは大半は感情がこもっていないので棒読みになったり、 自慢するようにおどけながらとかそういう判別はしやすい。問題は明らかに感情がこもっていると分かった場合、例えば異様に不安そうに喋ってるだとか、生まれる前にした約束を決して思い出してはいけない。前世でした約束なんてロマンチックな話ではない。一度死んで、 生まれつくまでに人ではない何かと約束をすることが稀にあるという。倫理観をまだ持つことができない魂に良くないものが遊び半分で生まれたら周りの人を不幸にしなさい。と吹き込む。魂の根っこにこびりついた約束は生まれてからそのことを思い出すと成就されるという。思い出した子自身が悪い道に行ったり、 悪い道に行かなくても、次々とその子を覗いた周囲に、次々と考えられないような最悪が頻発する。そういう場合、お払いなどは全く効かない。呪いとかそういうことではなく、単純に約束という形の現象だから。それについての対処は実に簡単で、子供が何か忘れてる気がする、と言ったら、忘れてないよ、終わったよ、と言葉を返すだけ。 子供がその言葉を理解してなくてもいい。今この世にいる人間が終わった。と言うと、簡単にその時点で約束は終了する。とのこと。もしその場でとっさに答えられなかった場合は、お祓いではなく、神社か寺に行って、絵馬に子供の手で、約束終わり。と書かせる。その時、両親が子供の手を握って書かせてもいいらしい。 母の故郷で古くから伝えられている伝承のようなものの話です。金句。私はある俳句の会に入っているのですが、そこで体験したことを書きます。怖くはないかもしれませんが、 実際にあった話です。私は中学校の国語の教諭ですが、部活動は担当していないので、土日は時間があります。それで、人に勧められたこともあって、地域の俳句の会に入りました。周りは仕事を引退したおじいちゃんがほとんどで、女性会員は数人しかおらず、随分可愛がっていただきました。 月2回集まって5000の区会をし、年に2回銀行の会がありました。銀行といっても市販役の大学の講師の先生が大型バンを運転してくださり、日曜日に日帰りできる近場に行くだけです。その銀行は5月の連休の1日で朝から晴れていてとても気持ちのいい陽気でした。 その会の出席者は9人だったと思います。私は車の中で水筒のお茶を飲んだりしながら朝の集合時に言われた石台を考えていました。石台は立家でこれで一句、それから5月の自由代で一句、俳句を作って昼食をとり、教育神社の集会所を借りて区会をする予定でした。 神社は自分たちの住む町から車で2時間くらいのところで、御社名は非しますが、主なご祭人はくくり姫の御事です。大きな神社の駐車場で車を降り、社殿までの道すがらみんなで歩きながら、時々立ち止まって野草の名前を教えていただいたりしました。そしてメモを出して俳句を考え始めましたが、 リッカーは難しい台ではなく、どうにかなりそうでした。神社の神域に入って長図を取り、お参りしようとしたとき、突然空が暗くなり、西の方に、ものすごく太い稲妻が走りました。そのとき近くにいた区会のメンバーの S さんが、うおっと大声を上げたかと思うと、鼻と口から、 黒っぽい血を吹き出し、目を向いて硬直したようになって、真後ろに倒れました。ドーンという雷の音がして、その瞬間に、山道の脇にある小さな親城の観音開きの戸がすべて開きました。その直後に、大粒の雨がものすごい勢いで降ってきました。 師範の先生がこちらを見て駆け寄ってきました。そして私ともう一人の方と三人で S さんを社務所の中に運び込みました。S さんの様子を見てすぐに救急車が呼ばれ一緒に来ていた奥さんが一緒に乗り込んで病院に向かいました。その後師範は社務所の新館の方と話していましたが雨の中から S, S さんの手帳を拾って戻ってきました。その手帳を新刊に見せると、新刊は、あっと驚いた顔に変わりました。その後はみんなで昼食を食べ、区会は取りやめにして帰りました。神社から離れると雨は上がり、元の初夏の空になりました。師範は携帯で、 S, S さんの奥さんと連絡を取っていましたが、S さんはそのままお亡くなりになったそうです。次の句会で師範から驚くべき話を無理に聞かせていただきました。あの神社にはとても古くから伝わる意味言葉があり、それは特別まがまがしい意味ではないのですが、 日常的にはまず使われることのない古語で、神域の中でその言葉を発したり、書いたりすると、立ちどころに、そのものには神罰が下るのだそうです。S さんが倒れたことと、天候の急変で、ふとこの言い伝えに思い当たった瞬間が S さんの俳句手帳を見ると、そこには、作りかけの俳句とともにはっきりとその言葉が記されていたのだそうです。 私はこの話について当時は真偽は半信半疑でしたが国語を教える者として言霊というものはあると考えておりましたので今ではこのお話を信じかけていますお札俺が某飲食店で働いてた頃 チェーン店の中でも古いが、馴染みのお客さんや三世代で楽しむ人たちがいたから、トップクラスの売り上げを出してる繁盛店にいたんだ。基本調理場なんだが、必要に応じてレジンにも立つし、接客もしてたんだが、歴史あるせいか汚くて、転勤した初日から残って少しずつ掃除していったんだ。不要品の整理とか、 木材でできてるとこにワックスとか。だんだん綺麗になり、最初は警戒してたバイトの子らもちょっとずつ手伝いに来たり、とコミューツールにもなった。で、表の掃除が進んだからレジ裏に手をつけようと壁に備え付けてある棚を開けたら忘れ物箱があったんだ。もう埃もかも被ってるし、日付のついた紙が貼ってあるんだけど、 三年前とか、ごちゃごちゃしてて汚い。で、箱を取り出そうとしたら、たまたま近くにいた十年働いてるベテラン女子が、あ、って言ったんだ。んと顔を合わせると、何でもない、と言う。じゃあ掃除を続けよう、と箱を出し、埃を拭こうとしたら、 箱の入ってた棚の奥に違和感を感じて覗いてみたら、お札を発見した。あまりに不自然な位置に貼ってあることと、さっきの女子の反応が気になって聞いてみたんだけど、知らない、と言う。ふーん、と、その日は終わったんだけど、だんだん気になって、他の従業員に聞いたけど、誰も本気で知らなさそう。だからその女子に、 あれ汚いから剥がそうと思ってさ、と話したら、顔色を変えて、ダメ、と訴えかけてくる。なんで、と聞いたら、今度は教えてくれた。なんでも、店舗ができた当時から、社員は年に一度怪我をするらしい。救急車を呼ぶほどではないけど、病院に行くレベル、とのこと。でも当然だけど、 怪我が起きる、お札を貼ろう。にはならないままだったけど、そういうことを気にする人が社員になって話を知り、お札をもらってきて貼ったようだ。そしてそれを貼ったら怪我はピタリと止んで、バイトも店長も社員も入れ替わり、そのことを知っているのはその子だけになっていたそうだ。だが当時20代で夜遅くなって深夜店舗で寝泊まりしている時に、 店員を呼ぶピンポンが鳴っても、はいとその席まで行く俺。誰もいない店舗の事務所にいたら、ドアノブがガチャガチャ回されて、ハサミを持って確認したら誰もいない。とかいうことを経験してた俺は、迷わず剥がした。その子はあわわしてたけど、まあバイトが怪我しないならいいやと思ってさ。そしたら、次の日曜日に混んだ 一時間待ち二時間待ちと、俺なら帰ると思うほど待つお客さんが多かった。調理が楽しい俺は厨房でノリノリだったけども、なんかの食材が切れて、裏にある冷蔵庫からそれを取ってこようと、小走りで途中のドア、アルミの軽いやつをトンと開けて通過しようとしたら、そのドアは、バネとかで自動で閉まるタイプではなくて、手で開けて手で閉じるものだったんだけど、トン ドア開けて、開いたのを確認したのに、ビュンって感じで戻ってきた。こう、切れた人がドアをバンッと閉じるような感じ。それが俺の顔面に直撃して、左目のまぶたを切った。痛くはないけど、ビュッと血が出て、左半分真っ赤な顔。大したことじゃないんだけど、当然顔に傷は残った。 お札ってこういう意味だったのかな、と思いつつも、まあいいやで済ませた俺が甘かった。店舗には社員が二人いたんだよ。店長と俺。俺は血を流したけど、店長は何も起きていなかった。強いて言えば、バイトに嫌われていた。ええ、すごく。とにかくすごく。で、そのお札を剥がした一ヶ月後ぐらいに、 店長の具合が悪そうな日が続いて、少ししたらカミングアウト。白血病になった。んとなったけど、知ってる人は2、3人だから黙っててほしいということと、薬飲んでるから大丈夫という話。時々休みがちになっていって、バイトのこと話してて、まさかお札は関係ないよね、という話になった。 なのになぜか、元のお札をもらったところに休みを合わせて行ってきた。で、同じように貼ったら、店長の症状も軽くなったらしい。らしいというのは貼ってすぐに俺は転勤した。俺の代わりに配置された社員も怪我はしてないようだった。まあ、お札は大事だね、という話。 《8週目》《俺には幼なじみの女の子がいた》《家も近くて親同士の仲もよく俺とその子も同い年ってこともあって小さいうちから一緒に遊ばされてた》 まあ大体そういう関係ってのは、歳を取るにつれて男の側が気恥ずかしくなって疎遠になってくものだけど、例に漏れず、俺もそうだった。小学校の高学年ぐらいになると、道ですれ違っても、よう、いやあ、ぐらいのあっさりした関係になってた。で、中学2年の時の夏休み。 その子が突然うちに来た。トウモロコシ持って。多分向こうの親にうちに届けるように頼まれたんだろう。俺はそう思ったし、向こうもそんな雰囲気だった。あいにくその時、うちの親は外出してて、俺一人だった。トウモロコシもらってはいさよならってのもなんだがな。 と子供ながらに気を利かせて、上がってくと彼女を家に入れた。麦茶を出して、まあ当たり障りのない会話をした。担任がどうとか、夏休みの宿題が終わんねえとか。だんだん打ち解けた雰囲気になってきたとき、彼女が不意に、今度〇〇神社行かないと言い出した。 〇〇神社は、うちから自転車で10分ぐらいのところにあって、周りが木々で囲まれてて、昼でも薄ぐらい、用がなければあんまり入りたくないところだった。当然俺は、え、なんでみたいな感じで聞き返した。そしたら彼女は、あ、怖いんでしょ。と、ちょっと馬鹿にしたような顔で笑いながら俺を見てきた。そうなると、 そんなことないやい。的なノリになり、まあ結果的に彼女の術中にはまってしまったわけで。さすがに夜は怖いんで、なんとか理由つけて、夜は家族で外食するから、みたいなバレバレの嘘。次の日の昼間行くことにした。で当日、現地集合ってことで、俺が神社に着くと、 彼女はもうついてて俺を待ってた。真っ白いワンピースと真っ白い帽子。普段絶対しない格好で恨めしそうに石段に座ってた。遅い。昨日とは打って変わってフレンドリーな第一声をもらいつつ、神社の前まで二人で歩く。石段を登る途中、彼女は俺にいきなり、 〇〇くんは、霊って信じると聞いてきた。普段しないような格好で、人気のない神社に誘われ。多少なりとも別のことを想像してた俺は、安心半分、がっかり半分。幼なじみとはいえ、目が大きくてちょっと釣り目で、猫みたいな感じの可愛い子だったから、ちょっとがっかり。 ぐらいの気持ちで、信じるわけないじゃん。とっそくと。じゃあ、今日で信じるようになるかもよ。と、とんでもないことを言い出す彼女。私、霊とかそういうの好きなんだ。おいおい、電波ですか。会いやすいように白ばっか着てきたんだ。 そういうことですか。あぜんとしながらとうとう神社に到着。快晴ならまだしも、ご丁寧に石段を登り出したあたりから曇りだし、いやーな暗さの神社一体。じゃあ始めようか。大きな目をさらに大きく開いて彼女が笑う。彼女が言うには、 神社の周りを二人が取り囲むように走って回る二人の合流地点ですれ違いざまに霊が見えるという噂があるらしく実験の相手を探していたんだと一周ぐらいだと見えるかどうか微妙らしいんだけどけど何ですか八周回ると 二人とも連れて行かれちゃうんだって。勘弁してくれ。とはいえ、男と女、幼馴染み、同い年、断れない条件は揃っている。引いたら負けだという心理には勝てず、結局やることに。神社の入り口を出発点に、互いに時計、反時計回り、 ちょうど神社の裏に松の木が生えていて、その辺が合流地点となる。行くよよーい、ドンなんでそんなに明るい内心半べそ状態で走り出す。神社の脇を抜け、松の木へ。反対側から彼女が走ってくる。手を振ってるし、 笑ってる。周りには何も見えない。例の姿なんてどこにもない。彼女とすれ違いざま、彼女の、全然という声だけが聞こえた。一周目はつつがなく終了。そのまま二周目、三周目に突入。一周目で何も見えなかったこともあり、 俺も心に余裕ができ、向かってくる彼女に手を振ったり、いねえじゃん見えねえじゃんと笑いながら叫んだりしていた。対照的に彼女は、二週目、三週目と数を重ねるごとに笑顔が消え、すれ違う時も無言になっていった。この分だと発臭したって全然 OK。 そう思いながら迎えた七周目。彼女が俺とすれ違う瞬間、強烈なラリアットを俺にかました。不意の吸収に喉をやられ、悶絶する俺。彼女は苦しむ俺の手を強引に引っ張り、早くと、神社から逃げるように走り出した。訳もわからず一緒に走る俺。 石段を下り終え、止めた自転車もそのままにしてさらに走る。神社が見えなくなったあたりで、彼女はようやく足を止めた。喉の痛みと走った後の息切れが収まり、ようやく彼女に文句を言った。なんでラリアット彼女が答える。見えてなかったの は何がですか別に何も、と答える俺。彼女は首を振りながら、〇〇君の後ろ、二周目あたりから手とか顔とかが追いかけてきてたの。だんだん数が増えてって。七周目には、〇〇君に絡みついてた。〇〇君がそんなだったから、八周目はやめとこうと思って。 もし発臭してたら、と、俺がつぶやくと同時に、俺の背後から小さく、畜生。うめくような声がはっきり聞こえた。その声を聞いたかどうだか、彼女は、私はともかく、〇〇君はやばかったね。家帰ったら背中見てみな。と笑った。 彼女に言われるまでもなく帰った途端母親にあんたどうしたのその背中どうしたもこうしたもシャツには手形がびっしりその一件以来彼女にはいろいろと協力をさせられている玉取り 葬式というものは何歳になってもなれるものではない。個人が近所の人や知り合いくらいの間柄ならまだしも親族ともなると気が重い。親族間の仲が良ければなおさら、しかも子供ともなれば会場の空気は沈みきっている。あちこちからすすり泣く声は当たり前だろうし、 小さい子供が亡くなったとなれば、親御さんの悲しみは計り知れない。普通な叫びの一つや二つあってもおかしくはないだろう。だが、その日の葬儀は、明らかにおかしかった。亡くなったのは、僕のいとこの子供、いとこ多い兄弟の二人だった。上の子は六つ。 下の子は四つになった矢先のことだった。思い返してみれば、父からの連絡もどこか変だった。親族のじいさんばあさんが亡くなった時は、どこか野獣馬気分で、あれやこれやと雑談を交えての連絡だった。どこどこのじいさんは肺がんだった。タバコは控えなきゃ。とが、あそこのばあさんは内臓を悪くして、 だのうんぬん。ところが、この兄弟の時は、何の余計な話もせず、ただ一言、〇〇ちゃんの子供、兄弟二人亡くなったから葬式に来い。とだけだった。原因などを聞いてみても、とにかく恋の一点張りだった。直接会った時にはっきりと事情を聞いてやろうと思い、 顔を出したその会場も異様だった。誰も悲しんでいないのだ。すすり泣く人など愚か、誰も悲しんでいる表情をしていなかった。細かいことだが、親族だろうと他人であろうと、一般的な常識としては個人を忍ぶ態度で葬式には及ぶべきだろう。だが、 この度はお悔やみ申し上げますの一言すら誰も発さず、全員が受付の人と会釈をし合うだけだった。一体どういうことかと父に聞いても何も答えようとしなかった。一番驚いたのは、両親であるはずのいとこと旦那さんでさえも同じようだったことだ。 自分の子供を忍ぶような表情をせず、ただじっと、無表情でうつむいているだけだった。自分は、比較的、いとこ夫婦とは仲良くしていた方だったので、どうしても耐えられず、いとこ夫婦のもとへ挨拶だけでもしに行こうとすると、父がすごい勢いで止めた。何も話しかけるな。 いつにもなく真剣な表情の父に毛をされ、他の人と同じように、えしゃくだけをする。いとこ夫婦は、僕の方を見はしなかったが、ぺこりと軽く、えしゃくだけ返してくれた。葬式自体はそのまま何事もなく終わり、出席者がぞろぞろと帰り出す頃、外の喫煙所でタバコを吸っていた時のこと。 鬼に食われたんだよ少し離れたところで親戚の年寄りたちがひそひそと話しているのが聞こえた聞こえないふりをしつつそのまま聞き耳を立ててみると断片的に色々と聞き取れた何年もこんなことはなかったのになぜあそこの家なんだ 玉取りだ。〇〇んとこの宮司さんは大丈夫なのかそんな話だった。鬼に食われたという言葉が一際気になった。この現代にそんなことがあり得るのだろうかそんなことを考えていると、 年寄りたちの間に父が割って入っていき、一層大きな声で言い放った。いや二人とも事故で亡くなるなんて、気の毒ですよね。それを聞き、ひそひそしていた年寄り連中は、罰が悪そうにその場を離れていった。いても立ってもいられなくなり、家に帰った後で父を問い詰めたら、 少し考え込んだ後に、今から言う話は絶対に多言無用だ、と前置きを置いてから、ことの次第を説明してくれた。公にはされていないが、鬼にまつわる近畿がこの地に根付いている、という。鬼は子供が好物であり、むやみに住み着く土地に遊びに行くと食われてしまう。 そんな漠然としたおとぎ話のような内容だったが、父の表情は真剣そのものだった。そして、それ以上は何も教えてくれなかった。その次の日、僕はいとこ夫婦の家へ向かった。昨日とは打って変わって、二人とも僕の顔を見るなりに目に涙をため、泣き出してしまった。 事情を聞いてもいいものかとためらっていたが、落ち着いた頃に、いとこがおのずと話し始めてくれた。三日前、夫婦家族は四人でハイキングに出かけていたという。と言ってもおしゃれなものではなく、家からさほど遠くない名も知らない山に遊びに行き、施設などもない大自然の中でのんびり過ごそうとしたらしい。 お昼頃になり、さすがにお昼休憩を取ろうとした頃、山の中腹あたりで上に登る石段を見つけたのだという。奥を見てみると、先の方は木々の葉が見えず、どうやら開けた場所に繋がっているらしかった。子供たちが興味を示し、上に登っていくと、そこには古びた神社があったという。 石段を登り切ると、ちょっとした広場があり、その広場の中ほどに、苔むした鳥居が佇む。奥には境内が広がっており、六章の目立つ古びた社が、一つだけポツンと立っていた。松の木が周囲に生えていて、なんとなく、わびさびという言葉が頭に浮かんだ。昼間だったこともあり、不気味な印象はなく、むしろ穴場を見つけた。 と家族で喜んでいたそうだ。広場は休憩にもちょうど良さそうで、そこで昼食をとることにした。後ろを向くと、麓の景色が少しだけ見え、風もよく通り、とても気持ちのいい場所だったという。そのうちに兄弟が境内で遊び始めたが、目の届く範囲ならいいか、と思い、自由に遊ばせていた。 夫婦も久しぶりの運動に疲れたらしく、しばらくシートの上で横になってくつろいでいると、境内で遊ぶ子供たちの声が一層楽しそうになってきた。一応神社なのだから、境内の何かを壊したりしたら大変だと思い、子供たちの方に向かうと、子供たちは三人になっていた。あれと思い、目を凝らしてよく見ると、 古い格好をした子供が一人混じって一緒に遊んでいたという。その子は濃い根津色の着物に帯を締め、草履を足に履いていた。珍しい格好の子だな。どこから来たのかなと考えていると、その子が次は僕が鬼、と言った。どうも鬼ごっこをしているらしかった。 着物の子がうずくまり、いち、に、と数を数え始める。それを機に兄弟がわーっと散らばって走り出す。きゅじゅう。と、その子が立ち上がったが、その瞬間、背筋に冷たいものが走る。その子がじゅうを数えた瞬間、 首から上がすごい勢いで真後ろにぐりっと回ったかと思うと、不自然なくらいピンと背筋が伸び、次に首を折って体がぐるりと回ったのだという。その子の表情は、泣いてるとも笑っているとも取れる泣き笑いのような表情だった。あまりのことに驚き固まったままでいると、 とんでもない速さでその子が走り始めた。だが、それがあまりにも不自然な動きだったという。膝は曲がらず直線で交互に動き、腕は肘を90度曲げたまま交互に動くのだが、足が交互に動く際の腕の動きがずれていたそうだ。足が4回交互に動けば、 腕の方は一回しか動かない。腕を一回交互に動かしたら首の向いてる方向が右、左と一回ずつぐるんぐるんと勢いよく左右に触れる。例えるなら出来の悪い人形を無理やり動かしているような人体の自然な動きじゃない気持ちの悪い動きだったそうだ。 あっけに取られたままその様子を見ていると弟が先に捕まってしまった。すると弟も着物の子もピクリとも動かなくなった。その位置は松の木の向こうで見通しが悪くどうなったのか心配になったいとこは先ほどからピクリとも動かない弟の方に駆け寄ることにした。が、 一瞬強い風が吹き、瞬きをしたその瞬間のことだった。着物のこの背後、松の葉の隙間で少ししか見えないが、異常に黒い肌をした背の高い何者かが立っていた。裸けたボロボロの着物を着ており、真っ黒の右腕だけを出していた。 その右腕で着物の子供の首を掴むと、そのまま勢いよくねじり、子供の首が兄の方に向いた。そのままそいつが子供を持ち上げると、ピンと背筋が伸び、今度は逆の手で体をねじった。次の瞬間、腹の底まで響く方向のような低い大きな音が響いたかと思うと、着物の子が、 先ほどと同じように奇妙な動きで兄の方に向かってすごい速さでかけていったそこまで見たところでいとこはついにパニックになり悲鳴を上げ気絶してしまったという次に気がつくと家のベッドに戻っていた旦那さんにおぶってもらい家に帰れたそうだあの後どうなったのかを聞くと 子供たちは二人だけで遊んでおり、帰る時も普段通りおとなしくついてきたという。そんなはずはないとあの時見たものを伝えると、子供たちはそうそうと肯定した。知らないこと遊んでた、と。次の日の朝、子供たちは二人とも寝たまま息を引き取っていたのだという。 葬式の時のあの振る舞いは、僕の父方の祖父母にそうしていろときつく言われたからだそうだ。何度も理由を聞いたが、そうしないといけない、としか言われなかったらしい。何が起きているのか、何が原因で子供たちは命を落としたのか、何もわからない。それまで泣きじゃくりながらことの次第を話してくれたいとこだったが、 話が終わるとスッと落ち着きを取り戻し、今の話は忘れてくれ、と頼んできた。僕自身、そんな突拍子もない話を聞かされて混乱していたのだが、何か、とても良くないことが起こっていて、それが簡単に済むような話じゃないのは、なんとなく理解した。ご囚所様、とだけ声をかけ、僕は家を後にした。 最後にいとこ夫婦を振り返ったとき、背後に揺れる布のようなものが見えた気がした。それからしばらくして、いとこ夫婦は突然と姿を消し、それからまた数週間経った後に山中で遺体が発見された。再び葬式になったが、子供たちと同じように誰も何も喋らない葬式だった。 その後、父と祖父母に何回もことの真相を聞き出そうとしたが、絶対に何も教えてくれなかった。いとこ夫婦も、その廃れた神社がどこにあったのかを詳細に言おうとはしなかったため、これ以上何も調べられなくなってしまい、結局何だったのか未だにわからない。いとこ夫婦の話を完全に信じたわけではないが、 これ以上首を突っ込むのもためらわれた。それ以降、僕は山に近づくことをやめた。